今日はね、インターセプターの、連続床ドンと、あとバヒューンってね、飛んでいく高速ジャンプですね。こういうやつね。これのね、この連続床ドンと高速移動のね、出し方っていうのをやっていこうかなと思います。まず連続床ドンなんですけども、出し方はレバー入れながら、三角と×同時押しで出ます。三角と×も本当同時押しでいいです。こう、×押してから三角なんですけど、このタイミングだと、ね、もう出ないんで、かなり難しいので、でももう同時押しぐらいに思っていただいていいと思います。こんな感じでね。まあ、この、なんていうんですかね、同時押しの何がいいかっていうとですね、2ヒットするんですよね。2ヒットするんで、強角がね。なんで、まあダメージが高いっていうのが一つ、まあ、すごくいい点かなと思います。こんな感じですね。今こうやって押してるんですけども、こういうね、なんか持ち方変えて押すの嫌って、こうすごいね、手間あって場合は、この三角をね、インターセプターメインの場合はもう三角をね、角と四角にしてもらって、こうバッてね、親指で押せるようにしてもいいと思います。出し方としては、こんな感じかな。着地した瞬間にね、押しっぱでも、出ますので。なんかこう、先行入力、受け付けてる感じなので、割と早めに出しても、出てくれる印象ですね。こんな感じですね。で次、バビューンって飛ぶ方法なんですけども、コマンドはジャンプして、で空中で、丸、三角、×の順番に押すんですね。空中でダッシュ、格闘、ジャンプ。で、二段目のジャンプも三角、格闘をしてジャンプ。というコマンドになります。一回やってみます。こんな感じですね。で、2回目のジャンプ、三角ジャンプじゃなくても、普通の×でも、あんま変わんない。こっちも十分早いんで。あんま変わらんかなっていう、個人にはあんま変わらんかなって言ってたんですけども。まあ、三角、途中で入れるのも全然ありやと思います。お好みですね、これは。なかなかね、出せないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、最初の空中のこのダッシュ、ダッシュした直後にね、こう、角度を出して、ジャンプしてもいいんですけども、そんなに焦らなくてもね、ダッシュしたのを見てから、角度を入れても、結構間に合います。こんな感じで。ダッシュ、ちゃんと入れてから、出たの確認してから、角度を出していただくといいと思いますね。で、角度をしてからの罰は早めの方がいいです。こんな感じですね。格闘で、なんですかね、出て、罰が遅かったらね、格闘だけになっちゃうんで。こんな感じですね。
crying you.